朝が立って電話機をぶら下げてスーツ着込んだサラリーマンが自殺をしようとした。俺はそいつの前で全裸になってアヒルの皮とアヒルと射精ごっこをした。自殺はする前にアヒルとセックスでもしようとわけのわからないことを言って、サラリーマンはアヒルとセックスはしなかったが同情されて媚びを抜かさずにコンビニでコーヒーを買ってきてもらった。アヒルの皮に行って泳いで行ってもいいんだよ、警察には捕まりやしねえ、多分捕まったら誰かのせいにしてもいいからよ。アヒルの皮泳いでみたいと思ったんだ、アヒルは俺と仲良しさ、犬ちゃんと同じくらい。アヒルちゃん、アヒルの皮で泳ごう、アヒルの皮で。アヒルちゃんは可愛い、川釣りのアヒルちゃん、アヒルちゃん、アヒルちゃん、アヒルの皮で泳いでも泳いでも急ぎ足でアヒルちゃん。子供から年寄りに大人気、恋人たちにはムーンライト。アヒルの皮に飛び込んだ俺は勃起したまま水中落下、いげつないね。アヒルの皮見たこともないクジラのよう、アヒルの皮見たこともない水中クジラのよさ。アヒルの皮、アヒルの皮見たこともない顔して、アヒルの皮クジラのような見たことないような顔。